ライクのせいですよ。どういうこと？ストライクが全部悪いんですよ。さあ始まりました、はい、宇治原超合金ありがとうございます。さあ、救いたい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 救わなければそんな救うって金魚以外に思うことありますか？いや、金魚そんなまあまあ救いたいか。そんな思うことあります？人を？いや、もう金魚どうしたどころかないですよ。宮迫さんです。あ、宮迫さん、宮迫さん救わなければ。そんなにピンチですか今？ピンチです。すごいピンチです。あの、知ってる？何ですか今話題の、はい、ガーシーさん。あ、はい、ガーシーチャンネル、ガーシーさん、みんな知ってますよ。僕もこれ、この人ガーミなんですよ。え、宮迫さん、もうあかんやんじゃん。もうあかんやんもうあかんことないねんけど、ちょっと全部言うしてんやろ、あの人。ガーシーさんね、はい、ちなみにね、はい、ちょっと余談になりますけど、はい、俺らガーシーさんに何回も会ってるらしいですよ。え、俺ら俺ら俺はないやろ。あんねん。え、あんのよ。絶対ないわ。いや、あんんですよ。しんすけさんとガーシーさんすごい仲いいって言ってるじゃないですか。仲いいで、ヘキサゴンやってた頃、ヘキサゴンの収録に結構来てたらしい、あ、だから、いやいや、それ、でも紹介しますって言われたら、それはないと思う。ないよね。あったのか。あとほらヘキサゴンでな、うん、あのスペシャルの時に、うん、沖縄とかで泊まれるロケ行ってたやんか、うん、その時も来てたらしい。なんで行ってんの？だから静香さんと仲がいいから。なんか別荘持ってた。あと、うん、あのヘキサゴンコンサートにも来てたらしい。当時ヘキサゴンやってる時、うん、静香さんがやった時に、はい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 、そのマネージャー静香さんついてたマネージャーが、うん、にこの前ばったり会うて、おうおうおう、で全部聞いたの。聞いたの。うわー、知らんかった。普段あの会うてますよって言われて、ってなって俺も会うてんねんって。あんな濃いキャラしてたの気づかなかったの。だからそっからちゃんと挨拶したかなとか思って。俺なんかそれでめくられるんちゃうか思って、俺めくらんちゃうか思ってな。大丈夫かな、さらされる感じ。まあ、アテンドしてもらってない？してもらってないです。旗よくアテンドしてもらってない、お前。旗よく自分でヘキサゴン出てた。電話しますけど。ヘキサ出てた。出てましたよ。アテンドしてもらって大丈夫。してもらってないです。めくられるぞ、お前。してほしくない。謝っとくないんちゃうか、お前。何をですか、旗よく。分からないです。いや、もうなんかアテンドしてもてないよな、お前。何にもないです、俺。記憶の。だから、俺、あんなに手がってたら分かると思うんだけどな。手がってはったらな。当時も分からへん、手がってるかどうか。当時も手がってはったと思うで。あんだけ手がってたら、ね。気になってたと思うんだけど、まあまあまあ、それはさておき、まあ、さておきでしょ。はい、ガーシーさんですよ。ガーシーさんがね、はい、宮迫さんと一回飲んでるって。うん、まあなんかそれはちょっと YouTube で言ってたのよ。宮迫さんも言ってたのよ。会ったことあるなみたいなことね。一回なんか飲んだことあるかみたいな言ってましたね。これやばいっすよ、これ。なんでやばいよ。やばいでしょ、宮迫さん。本当に宮迫さんって酒入ったら、はい、もう記憶飛ぶじゃないですか。飛ぶ。これなんかやっとるね、これやっとるで、ね、絶対。うわ、多分女の子アテンドしてもらってたりしてるんちゃうかなと俺は。まあちょっと分からへんな。だってさっきみたいにガーシーさんと知らずにっていうパターンもあるし、一緒に飲んでたとか、そのどういう感じでアテンドみたいなね。ああ、これって分からへん可能性はある、確かにそれはあると思う。いや、これだから俺も絶対あると思うね、後々。うん、いや、そう、ほんで今あれでしょ、なんかもう例えば、うん、誰かのことをガーシーさんが言ってて、うん、その言ってる、そのガーシーさんが言ってる女の人以外が直接 DM で来るっていう。そう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 、ガルじゃないですか。そこや、宮迫さん。これはこれだから、宮迫さん、俺なんかあると思うね。うん、いや、分からんけど、もうあります。宮迫さん、なんかあります。まあ絶対めくられますよ。可能性ゼロではないと思うわ。めくられるよ。めくられる、めくられるって言ってんのよ、ガーシーさんが。そうそう、めくれよ、めくられてるのよ。で、いや、宮迫さんも、うん、曲は曖昧かもしれんけど、うん、ちょっとな、ほらやっぱり宮迫さん、そうやね、俺な、嘘つかはるやん。そうやね、俺一個思ってんのよ。そうやったよな、これ来てもらえへんかったけど、今闇営業の時もさ完全な、もう、ちょうどお店やん。まあね、な、
嘘ついてはったやん。ほんでさ、うん、一応ね雑誌とかにリークされて出た、うん、はい、記事っていうことで、うん、なんか浮気、宮迫さんの浮気が、はい、なんか2回ぐらい、うん、表沙汰になってる感じじゃない、うん、あのオフホワイトも入れてよ。はいはい、入れてなんかでも、うん、そんなわけなくない？俺これ、いや、確定ではないですよ、知らないですよ、現場は僕見てないですけど、お話を聞いてると、段階では、うん、めくられるね。めくられるやろ。めくれますよ、ね、どんどんめくられるよ。宮迫さん来てんねんから。だってガーシーさんってお前、はい、知り合い女の子7000人いてんねんで。えそんなにいてるんですか。そらなあ、7000人の中のなあ、宮迫さん、うわーちょっと何人かと関わりあると思うのよ俺は。うん、いや、ね、可能性はあるよね。ええ、宮迫さんもだってだからこれまた二の舞踏むよ闇営業の初動でしょ。初動、初動、初動ミス。初動は本当に僕大事だと思います。これだからもうだからなあ、うん、先にガシさんに謝罪しといた方がいいと思うのよ宮迫さん。まあ確かに。なあ、TKO の木下がはい、お前謝罪ないやんけみたいな感じでちょっとこうもうちょっと返したよね。はい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 、返したっていうのがあってもう悪口言わんって言ってましたもんね。そうね、うん、やっぱりそこはだから、はい、宮迫さんちょっと先に謝罪ですよ本当に、うん、謝罪 してもらわないとこれ救えないですよ。これもう牛宮城とかも閉店しますよ剥がされるとお金かかってんのにめくられるて、あんなにお金かかってんのに、うん、まあ私めくられるとやばいよ。可能性あります。もう俺は行きます。このままオフホワイトじゃないよあれ。ええオンブラックです宮迫さん、オンブラックです。オンブラック漆黒ですよね。漆黒ですよ、漆黒だ。先に行って宮迫さんのとこに行って、はいはいはい、どうしたらいいの。でも、もう謝ってもらおう。岐阜城行きましょう。行くの今から。突です。先に謝ってもらおうよ。いやまあでもそれはやっといた方がいいと思うわ俺も。絶対何もなかったら何もなかったでええやん。そう、そうやね。何もなくても別に謝っててもいいと思うねん。そうやね、結果として。うん、なんかユーティリティやん、それっていっぱい使えるやん。そうそうそう、使えるやんか。うん、な、まあ、でも、もう俺は確実に何かねえ、そのガーシーさんの金を損なうような何かをしてると思うのよ。な、いや、可能性あると思う。先手先手を打たないと。そうですね。おい、宮迫さん、もういつまでもミスってる場合ちゃいますよ、宮迫さん。そう、いやもうほんまに先手打ちましょう。先手打って、はい、謝ってください。謝りましょう。じゃあ、行きましょう。今から行きましょう。突ですか。突ですよ。いてるのかな。だから、あれですよ、だからあのね、アメトークの、はい、あれ、ほんまにあれ以来あれ以来ですから。もう1年電話も してないですから。ないないない、電話でしてくださいよ、ね、たまにはね。ねえ、ほんとにちょっと、ほんで、はい、ね、焼肉もちょっとね、おごってもらいましょう。そうですね、まあそれはおごってもらわないとね。うん、さすがにちょっとねえ、はい、メス肉をおごってもらわないと。そうですね、しっかり確認した上で。そう、しっかり確認した上で。そう、ちゃんと確認しないと。そうですね、揺れるの、揺れるの俺らしかいないから。はい、そうですよ。はい、じゃあ行きましょう。ねえ、行っちゃいましょう。もう行こう。はい、はい、行かれていきます。チャンネル登録お願いします。もれなく何ももらえません。そらそうやろ。